はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの井川よしひこです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの津村健二です。はい、始まりました第29回。もう29回なんですね。あっという間で、ハレルヤコンバット始まりますという形ですね。今週末、イクサランの総国のプレリリースが、はい、世界各地で、開催されるということで、今回はそのイクサランの総国のカードを使用した新環境のスタンダードでお届けします。というわけで、津村さんは今回の注目カードは何が？僕結構海賊が好きなんです。海賊津村ってこと？海賊パイレット津村。ミッドレンジもかなり好きなんですけど、それかもう極端に細いクリーチャーデッキがガリーみたいな結構好きなんで、今回の注目カードが、はい、戦だこの貴族ババン。はい、今ね、隣にカードが出ていますよと。はい、今日はまあ、もちろんプレリリース前でカードを実際のものが手に入らないので、コピーカード使用して試合を行いたいと思いますが、はい、これはかなりいろんなカードとコンボしたりするので注目してます。はい、アタックするだけで相手のクリーチャーを0-1にする。そうですね、まあ、なので、一般的なところだと歩行バリスタなんかと簡単に相手のこうクリーチャーを殺すことができる。何でも殺せるドンと。あのスカラベの神ですから。お、確かに帰ってこない。はい、なのでかなりやりよう。で、僕の一押しは1枚目これ再燃するフェニックス。もうかなり大注目。大注目。2回除去るの多分大変なんだよね。マジ始めたってことですか。でも、まあ、真面目な話するとあれなんですよね、この帰ってくるときに速攻を持ってるのがすごくて、そう、まあ、例えば赤タンのミラーマッチやっててもハズルと1回ブロックして次のターンから平成に殴りかかるみたいなダメージリースを逆転するカードとしても、まあ、有用だし、まあね、やっぱトップメタが赤いデッキなんで除去2回打つの大変だよねって。2回目まあ追放除去はね、そう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 、アイドルトップのデッキには入ってないということで、あともう1枚ババン、反力の道。なんか先制攻撃も二段攻撃も警戒も速攻も持たない各クリーチャーに1点。まあなんかいろいろあるんですけど、まあ表はまあぶっちゃけどうでもよくて、裏面がねラムダップの遺跡、より軽い、より軽い、サクんなくていい、3マナで毎ターン1点、好きな色が出る、しかもアタッキングクリーチャー殺せるっていう、なんかスーパーランドなんで私がちょっと使いたいなと思ってます。はい、じゃあそんなカードでですね、はい、まあ早速、まあ、はい、試合の方やっていきましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあ先行後攻大して、はい、はい、大して言えばババン、ねじりダイスケース。これをひねるとなんと大きくなって中身が取り出せるようになるんですけど、はい、ダイスを入れておいて普段はこうやってしまっておいてコンパクト、はい、ハレルヤでただいま1800円ぐらいで売っているはずです。はい、ここら辺を見てください。詳しくはこちら、はい、8、8、おお、7、成功。これもう視聴者の皆さんもお気づきかもしれませんが、スリーブが一新されました。真っ赤に、真っ赤に染まれという形で、はい、じゃあ、はい、じゃあ先行ですけど、とクリ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 、こちこち、はい、まあ、エンちゃいます。はい、こちらの書店はバランスのいい書店で、早速進化がこいつに置いてなさってます。まあ序盤しっかり置いていくことができるんで、モンブランギフト、はい、では行きましょう。はい、お願いします。はい、早速新カードいきますか。ガオ、お、三、まだ三三以外は書いてない。警戒、警戒、までしか読まない。今田さんの警戒今田さんの警戒、何もじゃない、不都合なところは読まない。はい、じゃじゃん、ないよー。カーリゼブ、ケンダ、フェニックス、ダメだ、お強い、お強い、エンドです。いやいや、ドロー、毛流とね、変わりゼブでパワーさんが増えたっていう、今のパワーさんね、そう、なかなかやりこうで、うん、これカウンターシュー漂うね、ドロー、
カウントノーコンバット。あ、お、新カード、共感、協調、反対の毒殺者毎回読めんやん、君このカード。ってことで、ディムブレード、はいはい、アメチュナイド1で終わり。うわっ、1点11。はい、バリバリスタスタ。ここでね、光るのが。さあ、早速出ましたよ、フェニックス。終わり。結構倒すの大変だよね、これ。大変ですね。さあ、どう対処するか。はい、まず速攻、超新的戦動作。うん、アンサン、アンサン、アンサン、特例なし。お、渋い渋い。もしかしてクロチ引いた。あ、違った。戦闘ダメージか、さすがに。はい、2点、16。おお、ちょっと惜しい。はい、あ、これはまずいってこと。なんとこいつでこの能力をなくして01にしてバリスタで打つと、え、わあ、ピンチやん。帰ってこない。ピンチオブザピンチ。頼む、除去やめてください。これは厳しい。頼む、なんか、あ、一応これがいるかな。どうしたらいいか。終わり。どうしよう。どうも、どうも。ちなみにこれすごい地味な感じ。これでプライチ修正が入ってるんで、これがゼロになると死なない。うん、残る。エンチャントさえ相性がいい、相性がいいとされている。確かにすごいね、こいつとこいつの本部グレートグレートやん。まさかこの死にづらいと評判のフェニックスさんが、うん、1点で14。14いかないかな。16では16から2点で4分の4。うん、そうだね。トリガーしない。はい、よっよっ、こっちを取りたい。ほら、はい、よっ。はい、で今度はこのハズレともこいつで殺せちゃう。すごい。お、4。結構自利品。意外と強いだね、野田さんさん。今の結構これ警戒もでかいもんね。強い。うん、2点で12。でもそうだったな、惜しい。いや、すごい、フェニックスを外れた両方とも簡単に裁かれた。ちょっとね、エンチャントがやっぱ相手についちゃった、ね、あ、そうだね、うん。ちょっと渋い感じですが、こういうガリガリの感じが好きです。
まあ、ちなみに後手はワンランドで負けたんです。まあちょっとあんまり強いハンドではないですが、まあ最低限って感じですかね。はい、ありがとう。まあよし生まれ変わってもう一回です。お、ないんです。結構モグハナがなかった。今、モグハナですか。よし。これはまずい、まずいですよ。いいよ、はい、香りガリガリの香りマナリークの香り漂う。うーん、じゃあこっちか。ガリガリにはガリガリで対抗しよう。なかなかですねガリにはガリで、ここでね、ここでこれ言ってマナリークされるのやるからな。見張りにより賞賛だったら分かんないけど、ガリガリ、見てみようなガリ。そっちは構えるの大変だもん。ガリガリ、いやでもさ、強いな、そのパワー。1枚目はすごいね、高く。パワーあるのすごいね、やっぱこれにこれつけるのがベストだね、ムーブとして。まあ、でも独自さん抜いてます。そうだね、美しい。うん、うん、これです。ブロックアップして強い。1、2、1、2、強え。くえ、1、2、厳しいよ。うん、さて、マナリークの香り漂うが、うん、OK? コンバクト特のレイちゃん、スタッフ、スタッフ、4、4、4、4、4、3、2、3、お、これはこれもハマチュー、ハマチュー、へぇ、持ってるね、ケンジ君。いっぱい買いました大きい。うん、はい、はい、ギリギリ、あれ、最高、最高、めっちゃ引いてるやん、そっちでも。しかし、しかし、ガリ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 いくら引いても細いんじゃん、はい、ちゃんとこの白そばがあるからね。地味に気にする。いや、4と紙だから次やん。地味に、あまりにガリガリ何枚引いてもどうか、いちいちの群れだからさすがに大丈夫か、5点いけるか、いけるか、ガリガリいけるだろ、さすがに3点、11、いけるだろう。これはきつい、もうお、いい、ひねしガリガリ君が、ひガリガリ君いたっけ。いや、あんまりいない11でしょ。うん、まだ無理だけど、うわー、2、1体しか無理だね。ポロこれ5点、ちょっとチャンプしようかガリガリなさま、チャンプか、チャンプか、まあ、まあ、3枚いけるからね、チャンプか、2点11、あり、これは厳しい。おぉ、テイク8、
まだ 8? ずっと殴ってるけど、まあ、言うて毎ターン3ドローだからね、もう物量で負けるよ。はい、お、ついに止まれば、シュッ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 、もう取ってる。はい、じゃあ9、2人、お、おお、いい、かなりさすがにちょっとドロー量が違う。はい、もうドロー量が違う。すっすっ、これはエンド前に、エンド前に、はい、すっ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 、パーフェクトハンドいっちゃいます。こうやってこうやってこれがあれ3ターンであれで今度それですよ。かなりグッドハンドですね。このデッキのベストハンドと言います。はい、ちょっとこれだけ残念ですけどね。なんかそれを除けば問題ないハンドなのでピッチしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ボマ、はい、フィナルタ、フィナルタボーマ、違うのか、こうか、コンバット、はい、で、トリガーとトリガーで寄ってます。はい、ピチョン13、はい、土地が綺麗に編集した。スーパーが強い。うん。で、しかもライブの最後7ぐらいの時も、もうあれ起動されるの結構すごい。そうだね。その赤サバと違って、もう2パットだから、早い。すげえ早いから、このカード。というわけでお送りしたハレルヤコンバット、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、海賊の進化を発揮できずに、無念。でも、あれ、あの、271のあの、01にするやつと、バリスタのコンボ、結構すごかったね。そう、あれはまあ、うん、想像してたより、強そうだったんで。で、海賊、青黒以外の青赤もありますし、赤黒も、そうだね。さまざまなバリエーションで組めるので、まあ、今回使ったコンボは青赤でも使えないんですけど、別に青赤でも全然普通に運用できますので。あと、フィエールダジョン、ハレリア・ウェイファインダーという企画で、お、赤黒バージョン。はいはいはい、原根健太君が青赤バージョン、披露してくれてるので、なるほど、ハレリア・ウェイファインダーの方もぜひよろしくお願いします。楽しみですね。と多分すでに公開されているはずです。です、きっと。はい、詳しくはハレリア Twitter か、ハレリアの記事ページをご覧いただければと思います。そんなところで新しいデッキを組むためにはポイントがかかる、お金がかかる。1月20日に環境初陣戦という新大会が、はい、っていう形ですね。よくご存知で。はい、という形でですね、今回の、イクサランの総国から、環境初陣戦という大会を開催させていただきます。まあ、参加費が5000円。まあ、5000円高って思われるかもしれないんですけど、なんと参加するだけで、
ハレルヤポイント5000ポイント付与。ただ。ただ。実質ただ。実質じゃなくて普通にただ。普通にただ。確かに。しかも、ちゃんと商品もトップ8の方とかね、かなり膨大な量の、商品でお待ちしておりますので、ぜひご参加いただければと思います。なんか聞くところによると、うん、ポイントって朝一でもらえるらしいんで、そう新カードまだ持ってないっていう人は朝一でそのポイントを使っていきなりカードを買ったりとかもできちゃうらしいと。そうですね。なんか受付の時間もちょっと長めとってるんで、そうですね、やっぱ発売直後ってレジが混んじゃったりとかねするんでね、まず受付してポイント5000ポイントもらって、そのもらったポイントでお買い物してから大会に臨むっていう、そういうムーブも可能なので、カードを持ってない人は朝一で、カード集めに来ると思うので、ちょっとレジが混んじゃう可能性があるんで、もしカードを買う予定の方はちょっと早めに、はい、お越しいただければなと思います。はい、そういう形で、新劇を楽しんでみたい方、はい、ぜひお願いしますと。またね、YouTube ライブでの配信も予定していると。はい。はい、で、最後にですね、ハレリアチャンネルからの告知です。現在、チャンネル登録者数1万人以上集めて、ハレリアコンバット in YouTube スペースを、出演してみようという企画を進行中です。この動画、今見てらっしゃる動画の右下ぐらいに登録とかそういうボタンとかあったりとかするんで、気軽にチャンネル登録していただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、という形で今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。